今日はなんと群馬県の丸沼高原スキー場に来ている。そしてこの撮影用で買ったオスのジンバルを使って撮影していきたいと思います。そして今日はなんとスペシャルゲストで僕の知り合いの誰かに翔太です。それで僕2回目なんでちょっとこいつに教えてもらいながらやりたいと思います。行ってみよう。怖かったら負けや。時が一番こける気がする。後ろに行くの怖いから。どうなっちゃう？どうなっちゃう？顔は違うじゃん。こうなっちゃうときの顔違うじゃん。どうなっちゃったら。武藤刑事。刑事。え？刑事。多分後ろ大臣。刑事にはならない。刑事にならない。ならないでしょ。
してないこれ。どこの？どこの？首のコルセット。お前そんな受け身下手くそだったっけ？ネックウォーマーじゃなくてコルセットじゃけど。俺ジャンプでマジ歯抜けるかと思った。上級者コース挑戦です。泉武、マジで聞けて。そう、避けていくしかないんだよ。多分ね、28ぐらい、30もね。はい、終わりました。オスもシンバルめっちゃ良かったっす。このシンバル、あ、ジンバルだ。ジンバルめっちゃいいっす。あー、シンバルって終わらんかった。シンバル終わらんかった。シンバルなんですけど、これマジで追跡ロックがあるんで、そのモードがめっちゃ最強っすね。勝手に追いかけてくれるんで、これぜひみんなに使ってほしいなと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。では、また。